とトム・シポドーとクリス・フィンチってなんか反りが合わないなって。トム・シポドーはタウンズをずっと5番で使って5番っぽいビッグマンを獲得しようとしてなかった、まあ、ゴベアレベルとは言わないけど、例えばジャレット・アレンとかカペラとかその辺の選手だったら、まあ、1巡目2枚とかで取れたと思うんだよね。まあ出す選手にもよると思うけど、けどそれをしない。タウンズを5番でいけると思ってた、でもいけなかった。トム・シポドーはディフェンスのヘッドコーチと言われつつ、ウルブズでシーズンの途中まで30位とかだったからね、ディフェンスレーティング28位とか30位とか。ディフェンスのコーチとは何みたいな。でオフェンスの部分もやっぱデリック・ローズで成功したっていうのが彼にはあるから、どうしてもピュアハンドラーよりもスコアリングハンドラーを好むよね。だからルビオを捨ててジェフ・ティーグ連れてきたりとか、またデリック・ローズ連れてきたりとか。けどクリス・フィンチはね、もうツインタワーをやるし、トム・シポドは今ニックスでもやらんじゃん。ミチェロビとは、まあたまにちょっとね増えてきたけど、まあでもほとんどやらない方だと思うんだね。だから全然違うなって思うね。クリス・フィンチはツインタワーやってピュアハンドラーをね大事にしてて、だ今のチームにタイヤスがいるとかルビオがいるってなってたらガード問題もねめちゃくちゃ解消されてただろうし、まあでもそれ言い出すとねキリないから、まあ今いるメンバーで全然満足してるはしてるんだけど。いやルビオの放出の仕方なんてマジひどかったよ。なんかその辺のしょうもない2巡目とかじゃなかったっけ、2巡目1枚とかで OKC に放出しなかったルビオって。めちゃめちゃ大ブーイングよ。特にウルブズファンって、あのミツさんっていうルビオと友達の日本人のウルブズファンの人がいるんだけど、あの人が本当にいい加減にしろよみたいな、ふざけんなっていう。そうやばいよ、2巡目となんか本当になんかその辺の誰だったっけな、まあサラリー合わせで誰かけど、もうそれって別にその選手が欲しかったからとかじゃなくて、ルビオのサラリーを多分開けたかっただけなんよ。ジェフティーグ来るからみたいな、確かそんな感じだったと思うけど、今考えるとね、今考えるとっていうか、まあ当時からそうなんだけど、マジであれはちょっと、まあビジネスとはいえ。でトム・シポドって当時ウルブズでさ、こう初めて GM とヘッドコーチ両方を任せられたんよ。でこれも配信で何回か言ったことあるんやけど、当時3人しかいなかったよね。ヘッドコーチなのに GM、 要は誰が欲しいかっていう自分で決めれる、ヘッドコーチが決めれるっていうのがポポビッチとトム・シポドと確かジェフ・バンガンディ、この3人だったよ。でトム・シポドはウルブズに来る確か条件が自分が GM もやれることみたいなのを条件にしてたんだったっけな、ちょっとうろ覚えだけど。でその結果どうなったかって、こういやスコアリングハンドラー好きだからもうルビオいらないよねとか、だジェフ・ティーグ連れてくるよねみたいな。まあでも気持ちわからんでもないけどね、結局そのヘッドコーチのシステムに合う選手がいないと難しいよな。こうまあ俺もちょっと大きく言えないけど、自分も肌で感じてることがあって、難しいマジで。ヘッドコーチに権限持たせて良くない結果が出てるチームもたくさんいるんだけど、でもそれって多分ヘッドコーチに能力がないんよ、まあ、トム・シポドに能力ないと俺言いたくないんだけど、もともとトム・シポド好きで俺ウルブズファンになってるから。けど日本でもよく失敗する人いるんよね、そういうやり方で。けど多分それって自分のシステム、これをやりたいっていうシステムにすごい大きな欠陥があるにもかかわらず、でもやっぱ信じなきゃいけないじゃん。もうこれをやるって言ったらブレちゃいけないから、で信じきった結果で権限も持ってるから、よしこのシステムに合うこいつをゲットしてこいつをゲットしてって。けどシステムに欠陥があったから誰獲得してもうまくいかないみたいな。かといって自分のシステムに合わない選手をこう GM が勝手に連れてきても、いやーそれ この人どうやって使うみたいな、無理で俺のシステムでこいつ使えないよみたいなとかも出てくるわけじゃん。だから多分ね、一番いいのは GM がバスケットをちゃんと知ってるっていうのが、これができるのが一番多いんだと、大きいんだと思う。ヘッドコーチに権限は与えないかといって、ヘッドコーチのやりたいことに合う選手を連れてこれないっていうのも問題だから、 GM にもちゃんとバスケット IQ があって、その上でヘッドコーチと GM でちゃんとコミュニケーションも取って、でお前がシステムこういうのやりたい、これは理解した、じゃあこの選手俺見つけてきたけどどう、この選手はどう、あこの選手いいですねみたいな。でもっと上の選手
選手いないですかみたいな、いやそれはちょっとあのリスクが高すぎるから申し訳ないけど、あなたの君の要求でもそれは飲むことできないわっていう、このバランス関係が多分きっとちょうどいいんだろうなと思う。でそのバランス関係がちょうどいいチームがマイアミヒートとか、いわゆるサクラメントキングスとかだと思うのよ。だからサクラメントキングスがあのユーロ MVP になったベンゼンコフを獲得したっていうのは、もうあれはマイク・ブラウンのシステムを理解 GM がしてなかったら絶対手つけない。あれほどシステムに合いそうな選手をヨーロッパから連れてきたっていう、このヘッドコーチのシステムと GM の考えっていうか、まあ、そこのコミュニケーションがちゃんと取れてるっていうのを表す補強は、人事部と営業部の話、まあまあそういうことなんだろうね。俺会社員になったことないから分かんないけど、多分会社にもそういうのあるでしょうね。こういう人を採用してほしいっていうのと、まあ、選ぶ人と決定する人と。だからマイアミヒートとかもヴィンセントいなくなる、ストゥルースいなくなる、誰々がいなくなるっていうのを常に続けても、今年はハイケハメスがいて、ハイメハケスだっけ、がいてとかね、誰かしらなんかルーキードラフト外なのに必ず活躍する選手が出てくるっていうのは、あれはもうスポールストラとパットライリーがお互い抱き合ってんだろうなっていうね。あ、ハイメハケスね。パットライニーなんてまさにだからその典型的な例よね。ちゃんと自分もヘッドコーチを経験した上で、で自分がこいつならいけると思ったスポールストラをパットライリーが選んでるわけじゃん。でパットライリーが、あ違う、スポールストラがパットライリーのそのヒートカルチャーっていうのを一番の理解者で、だお互いがもうこういう選手いたらいいよねっていう、もうマブダチ関係に慣れてるのが、あれはもう何年続けてもそこがブレない限りは常にいい若手を引っ張ってこれるんだろうなっていう、もう覚醒状態に入ってる。もうあれがなんかブレることはまあないだろうから、もう確定演出よな。でウォリアーズもまあそれに近かったとは思うんだけど、まあダン・リービーに代わって、まあ、今後どうなるかっていうところと、だからそれで言うとヘッドコーチ経験して GM、 その後 GM になるって、まあ、パット・ライリーがその成功例になってるわけじゃん。もう1チームあるよね、その流れになったチーム。そのチームのヘッドコーチ経験して、ヘッドコーチ辞退して GM になりますっつって、そのチームの GM になった人。そうそうそう、セルティックスね。そう、ブラッド・スティーブンスがそうだよね。だからセルティックスも、確定演出入るんじゃない？マズーラのシステムを、こう、瞬時に理解できるわけじゃん、スティーブンスは。その上で、マズーラがこういう選手欲しいって言わずとも、このシステムだったらこの選手がいいよね、みたいな。それめちゃめちゃ強いよな。失敗例、スタンマン・ガンディ。やっぱ時代にこうついていけるかっていうのも大きいよね。なんか俺スタンマン・ガンディってごめん俺のただの印象になっちゃうけど、なんか時代についていけなかったっていう気がする。でもスティーブンスはもう今の時代のヘッドコーチをやった人であって、今のスリーポイントの時代も理解がすごいあるし、なんなら今のセルティックスがやってるオフェンスもスティーブンスがやってた時の、ね、オフェンスをモチーフにしてるというか、まあ、その辺も多分スティーブンスはマズーラに何かこう口出し、いい意味で口出ししてるんかなっていう気はするけど。